たくさんの人が行き来する駅で、大きなカバンを持った海外からのロコさを見かけた。ガイドブックを片手に、とても不安そうな様子を見て、思わず何かお困りですか?と英語で声をかけた。京都へ行くホームにはどう行ったらいいの?ああ、それなら8番ホームかな?と言いながら、大丈夫だろうか?知らない国で日本語もできない。ここは人が多いし、道に迷ってしまうかもしれない。土地まで案内してあげよう。そう思って、では私について聞いてくださいと言った。このくらいの英語なら何とかわかる。困ったとき、親切にしてもらうのは嬉しい。私にもそんな経験がある。イタリアの田舎で道に迷い、バスもタクシーも見つからなかったとき、言葉もわからない私に先週にしてくれたおばあさんが懐かしい。あのおばあさんにしてもらったように、少しは私もいいことができたかなと考えながら、いい気分で家へ帰ってきた。皆さん、1から3番まで答えてください。健康な骨を作るためには、カルシウムをたくさん取るのがいいということはみんな知っている。ところが、それと同じぐらい運動が大事だということは、あんまり知られていない。子供の頃に十分運動をしないと、年を取ってから骨が折れやすくなり、骨粗しょう症という病気になるかもしれないのである。運動が大事だと言っても、どんな運動でも言い訳ではない。ダンスやランニング、ジャンプなどの運動は健康な骨を作るために効果があり。水泳はあまり効果がないと言われている。
骨を強くするには自分の体重を支えながらする運動が役に立つのだが、人の体は水に浮くので、水中ではその必要がないからだ。運動には様々な効果があるが、適切な運動は骨をより太くより強くする。さらに骨の周りの筋肉も強くなって、その筋肉が骨の強さを保つのに役に立つ。また、強く運動する人は体の動きが速く、全く運動をしない人に比べると、事故などによる骨折や怪我を防ぎやすい。健康のための運動は、人生のどの段階で始めても効果があるが、強い骨を作るための運動は違う。骨は人が生まれてから30歳ぐらいまでの間に作り上げられてしまうからだ。それを考えると、子供の頃により強い骨を作っておいた方がいいことがわかるだろう。健康な骨を作るには、適切な期間に効果的な運動をすることが大事なのだ。皆さん、4番から7番まで答えてください。
1番の答えを確認しましょう。2個目にガイドブックを片手にとても不安そうな様子を見て声をかけたとある。不安そうな人に声でかけたのは相手を助けるためで、3が正解です。2番の答えを確認しましょう。6個目に大丈夫だろうか。ここには人が多いし、道に迷ってしまうかもしれないとある。これは旅行者が一人で行けるかどうか心配しているので、4が正解です。3番の答えを確認しましょう。最後の文におばあさんにしてもらったように、少しは私もいいことができたかなと考えながらとある。おばあさんは旅行中困っている時に親切にしてくれた人である。つまり私も旅行中困っているときに親切にできたかなと考えたからいい気分になったので3が正解です。理由を問う問題は前後の文に注意する。下線部1の後の文にのであるとあり、ここが理由である。正解は3。この問題も理由を問う問題なので、前後の文に注意する。下線部2の後の文に、からだとあり、ここが理由である。正解は2。次、6番。下線部3の後に具体的な効果が挙げられている。その中の一つに、よく運動する人は骨折や怪我を防ぎやすいとあるので、2が正解です。
7番、最後の段落の中ほどに、子供の頃により強い骨を作っておいた方がいいとあり、強い骨を作るには、第二段落の1個目、ダンスやランニング、ジャンプなどの運動は、健康な骨を作るために効果があると並べられている。したがって、3が正解です。